こんにちは。皆さんからいただいた質問にお答えするコーナーです。シューティングマッチではリコイルを軽減したり高額サイドを使うのは王道だと思っているのですが、あえてリコイルはそのままにしてたりとか、高額サイドかなのにアイアンサイドで行く方もいらっしゃるのでしょうか。お答えいただければと思います。そうですね、そういう方いっぱいいらっしゃいますね。まあ、あえてリボルバー使ったりですとか、あえて廃墟式のね銃使ったりですとか、まあね、そういう方もいらっしゃいますね。はい、まあ、リコイルも全然軽減しないでね、ノーマルであえて使う方もいます。まあ、楽しみ方いろいろなんでいいなと思います。まあ、ただね、あまりにも極端に、まあ、試合の進行が遅れるような遊び方ですとか、まあ、そういうのに関してはちょっと主催の方にね相談してやる方がいいと思うんですが、まあ、ルール内であればね、いろんな方法でエアガンシューティング楽しむのもありかなっていう感じがします。で、私も大好きな APS カップについてなんですけど、あれについてはね、もう規定している認定銃しか出れなかったり、まあ、カスタムについてのね細かい規定とかもあるので、まあ、そこら辺っていうのはちょっと制約があるかなっていう感じですね。まあ、それ以外、まあ、シューティングマッチにいろいろスピードシューティングの、競技についてもね種類はあるんですけど、まあ、その中だと、まあ、中にはねそういうリコイル軽減のやつとか、そういうものとか高額機器についてのね、まあ、制限があるものとかもあるので、まあ、一概に言えないですけど、まあ、あくまでも個々のねシューティングマッチ、シューティングの競技の試合によって変わってくるので、まあ、詳しくはね、まあ、その大会の方にお伺いしていただくのが一番正しいかなと思います。というわけで、まあ、シューティングマッチで、まあ、いろんな銃で出れるかっていうようなことに関してねお答えしてみました。はい、皆さんの楽しみ方でねいろいろご参加いただければ嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。